か。はい、行きますか。じゃあ行く。どっちに。そうっすね、とりあえずワワの方に。じゃなくてワワ、ワワに、うん、なんでワワ行くの。あ、そうだ、なんでもない。ん、え、なんでもないですよ、やっぱ。え、じゃあ、あれさっき、あれ、あ、じゃあ、あれ、あそこ行くんですよ、あの、焼き鳥。焼き鳥、焼き鳥、なんでしたっけ名前。何が。焼き鳥元橋でしたっけ。うん、そこ行きましょうよ。どうやって行くの。え、歩きますよ。どっち。え、どうすか。場所が分かんなくて。え、こっちですかね。どこっすか。ここは、ここは、え、ここどこ。あ、ここ銀行っす。銀行、銀行。銀行っすか。銀行っすね、ここ。え、とりあえず行きましょう。どこ行くの、どこ行くの。焼き鳥行きましょうよ。どこ、どっち。え、焼き鳥こっちっすか。こっち。え、わかんないです、場所が。え、でも、あ、思い出した。なになになに。多分こっちっす。どっち。え、向こうっす、多分。じゃあ向こう行きましょう。じゃ、はい、え、じゃ、炙りコーヒーってあそこあるんですけど。なんていうやつ。ん、炙りコーヒーっていうあるんですけど。炙りコーヒー。炙りコーヒーってあそこにあるんですけど。あそこってどこっすか。あの、ポスターあるじゃないですか。はい。そこ一回バイトしようかなって思って電話したら、なんか女の人しか、男性の方ですかって言われて、それでなんか女性の方じゃないと厳しいですって言われて断られました。バイトしようとしたんですけど、結構ショックっすね、あれは。じゃあ行きましょう。やばい、届かない。自分にちょうどぴったりなサイズです。え、自分にちょうどぴったりなサイズなんですよ、これ。身長的に。これ何。これはぶっ壊れた傘っす。ブレーキが壊れたダンプカーっす。じゃなくていいんすよ。じゃあ歌っちゃいますか。なんだっけ、もうはぁ、やばい。やばい、あ、出てこないっす。え、あの、あれが出てこないっす。バースのメナリの発売って言って、小江戸400、5月5日ストリーム各社で見て配信します。よろしくお願いします。みんな買ってください。一曲買ってください、お願いします。ラーメンにする。あ、いいっすね、ラーメン。こんなとこにあったの、横浜。なに、ブラックキングって。めっちゃうまそう。ただいま営業中です。家系国王。よし、ここで決まり。いやいや、今行くんで。今行くんです。あ、そうだ、金下ろさないとだ。金下ろします。あ、しょっぱ。しょっぱ。マジでしょっぱい。ソーセージですか、これ。なんだろう、これ。なんか肉の塊みたいな。肉を練ってるみたいな。何やってんすか。何やってんすか。行きましょう、行きましょう。どこ行くの。え、止まってるじゃないですか、駐輪場っすよ。そっちじゃない。え、駐輪場、あ、ほん。